今回はですね、この今映ってます室内のですね、60センチ水槽ですね。この中に今、桜花がいるんですけど、まあ、10月10日なんですけど、これ撮ってるのが。このね、桜花がですね、めちゃめちゃね、卵を産んでるんですよ。まあ、この10月10日時点では加温はしてないんですけど、まあ、室内ということでですね、めちゃめちゃ卵を産んでまして、それでですね、この60センチ水槽で試しにですね、この桜花たちを親抜きしてみたら、室内でね、60センチ水槽どれぐらい張り子が生まれてくるか、ちょっとね、やってみようと思います。前もですね、室内でその桜花親抜きをしたんですけど、その時ね、失敗してしまって張り子がね、めちゃめちゃ、いっぱい生まれたんですけど、一気にね、減っちゃったっていうね、失敗がありました。まあね、そのリベンジということで、今回はですね、この子たちをね、親抜きしていきたいと思います。こんな感じでもうすでにね、張り子が帰ってますね。このタッパの隅っこで見えますかね、ちっちゃいのが左の方にいるのが帰ってますし、こんな感じで水槽のですね、この産卵床じゃなくて、この水槽の壁とかにもですね、こんな感じで卵はですね、結構ついてるんですよ。分かりづらいかもしれないんですけど、このね、なんか毛みたいなのがひろひろってなってるんだとこ、毛じゃないですけどね、多分そこにもですね、卵ついてますし、多分ね、いろんなところに卵がついてるんですよ。なのでですね、産卵床のね、ビロもついてなくて、固定層に全然ついてなくて、いろんなところになんかつけてくるので、ここの水槽の子たちはとりあえず親抜きして、この60センチ水槽で大量に張り子を育ててみよう、リベンジを、やっていこうと思います。そろそろですね、熱帯水蓮もこんな感じで、室内に取り込む時期にもなってきましたので、まあ、今年のね、熱帯水蓮のおともに、まずこの60センチ水槽はちょっとね、桜花の張り子をね、大量に育てていきたいと思います。果たしてね、ここの桜花を抜いてどれぐらい帰ってくるのか、張り子がね、どのぐらい生まれてくるのか、果たしてどれぐらい大人に成長することができるのかね、ぜひね、楽しみにしててください。この子たちは、なので、その前の動画で親抜きした時に生まれて生き残った子たちですね。なので実質我が家の F3 になるのかな。この桜花もですね、ヤフオクでですね、卵で購入して、まあ、その親から取った子供たちがいて、その取った子供たちをそのままこの中入れといて、親抜きして生まれた子たちですね。まあ、多分 F3?F4 かな、あれ F3?まあ、どっちかですね。では、まあ、そんな感じで、なのでね、これまあ選別とかでね、全然やってないんですけど、ちょっとね、今年桜花をね、失敗してしまったので、そうですね、まあ選別してないんですけど、まあラーメンはね、いっぱい乗ってる子たちなんで、ただ紅白柄とかになってる子が少数しかいなくて、まあ真っ白とか、オレンジ、まあ、ちょっと紅白柄になってる子とかもいるんですけど、まあ、特別選別はしてないんですけど、まあちょっと桜花減っちゃったんで、まあ試しにですね、まあやってみようかなって感じですね、親抜きを。で、こんな感じなんですけど、まあ見てわかると思うんですけど、オレンジとか真っ白とかの子もね、結構多いですね。ただね、ラーメンは結構乗ってますし、まあ、十分綺麗なんですよね。まあ熱帯スレの冬越しのお友達ね、あと何でしたっけ、桜花が減ってしまったので、試しにね、ちょっとやってみようと思います。室内のね、この子たちはね、すこぶる調子がいいんですよね。これ綺麗じゃないですか、結構横見とかでも。そう、おそらくね、屋外もちょっと睡蓮茂りすぎて太陽光が少なかったかなっていうのが原因ですね。ここのね、張り子の室内の親抜きも、そのちょっとね、睡蓮が茂りすぎたっていうのがね、多分原因だと思うんですよね。桜花ね、結構日が当たる方がいいのかもしんないですね。結構ね、水蓮の葉っぱが茂っちゃって、あんまね、日が当たらないところで管理してると調子が悪いような印象があります。ここの水槽とかはもう水蓮全くなしで育ってたんで、こんな感じで、まあ今ちょっと入ってますけど、こんな感じでめちゃめちゃ開放水面多くて、日当たり良くしたら全然落ちないんですよね。どうしてもね、調子悪かったとこはやっぱね、結構水蓮の葉っぱ茂ってたり、開放水面が少なかったとこが多いかなってイメージですね、屋外でも。で、屋外でもね、あんま水蓮なくて、開放水面が結構広いとこは調子良かったイメージなので、ちょっとね、それが原因かなっていうことですね、今とこ思い当たる節は。で、これ加温してないんですけど、餌はね、めちゃめちゃ食べますね。こうやると結構綺麗じゃないですか、なかなか。なかなか綺麗な色してますよね。ラーメンはね、ほんとみんな、バッチリ乗ってるので、ポテンシャルはね、高いですね。
まあ、なのでね、ポケモンでいうところの種族値は高いので、こっからね生まれてくる子たちの個体値がどれぐらいいい子が生まれてくるかっていうね、問題ですね。まあ、ポケモンをやってる方だったらわかると思うんですけど、まあ、ポケモンはもうそんなやってないか、引退しましたね僕も、もう引退しましたけど、まあ、ポケモンやってる方だったら、ガチ勢だったらねわかると思います。多分ね、前の動画でですね、ホテイソウですねを回収して、そこで卵も飼えたっていうのもね、多分アップしてると思うんですけど、まあ、その時はね、なんかホテイソウにめっちゃ産みつけてくれてたんですけど、今回ね、なんか産んでなくてですね、あんまり、こんな感じでこのね、隅っこに逃れて、ちょっと見にくいですけど、この、ね、隅っこにね、ハリコがいましたね。一瞬ですけど、映りましたが、そこにね、ハリコがいました。で、そうなんですよ。で、その時はね、めちゃめちゃついてて、その子たちは回収して、まあ、その子たちも加温はしてなくて、もう屋外に出しましたね。この10月にですね、ちょっと荒漁師ですが、屋外に出して、ちょっとね、屋外で厳しそうだったら、またね、今度こっちに戻してあげます。そうすれば多分同じぐらいのサイズになってるんじゃないかな、稚魚が。で、とりあえず親を出してみると、こんな感じでやっぱね、ハリコが、いましたね。無事ね、この子はラッキーでしたね、ほんと。逃げ延びれて。このタッパーにいるのは、多分前の動画で紹介してるヤフオクで買った今年の、メダカたちですね。今年もね、ヤフオクの卵シリーズ、始めましたよ。この、まあ、毎年ね、このシーズン恒例企画ということで、冬になったらヤフオクのね、メダカの卵っていうことで、今年もね、高級メダカ、今話題のね、メダカ購入したので、ぜひね、まだ動画見てない方、そちら見てください。ヤフオクの闇なのか、果たして本物なのか、ぜひね楽しみにしててください。ちょっとね珍しめの今年流行りの高級メダカ購入しました。でこんな感じであんま産んでないですよね。まばらにはついてるんですけど、なんかね前はね、この先週ですかね、先週はめちゃめちゃついてたんですけど、なんか今週ねあんまついてなくて、さっき言ってたあの水槽の縁とかですね、なんか底の方の藻とかにですね、なんか絡まってね大量についてました。で果たしてね、こんな感じでホテイソウには全然ついてなくて、どれぐらいハリコが生まれてくるか、ぜひね、楽しみにしててください。果たしてね、いろんなとこにどんぐらいついてるか見ていきたいと思います。こんな感じでですね、今抜いたばっかですね。これね、大概こう強めの子も混ざっててね、それも結構綺麗なんですよね。まあ多かったまあ、オオカっぽくはないですけど、この大概こう強めのオオカもね、結構自分綺麗で好きです。で、そしてですね、これがね、壁についてる卵なんですけど、こんな感じでいろんなところについてるので、結構ね、生まれてくるんじゃないかなと期待してるんですけど、これですね。もう芽が出てたりするのもありますね。こんな感じで、結構ついてますよね。パッと見、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個ぐらい。ありますね。でこの子たちは、まあ、10月上旬ですね、まあもともとねヒーターずっと入れてなかったんで、まあそこまで、まあ、10月上旬だったら大丈夫かなってことで屋外に出しました。でそこにいた大概こう強めの子たちはですね、こんな感じでこっちに分けています。こっち大概こう強め桜花チームですね。大概こう、そう、ちょっとね動画だとね伝わりづらいんですけど、大概こうがね、この綺麗な、強い桜花もねめっちゃ綺麗なんですよ、本当。ぜひね実際に見てほしいです。でここの、屋外の桜花なんですけど、なぜかねこのバケツの桜花だけまだ10月上旬なんですけど、まだね卵産んでるんですよ。こんな感じでちょっとわかりますかね、真ん中にちょこっと一粒ついてますが、ここだけですねまだ結構産んでるんですよね。こっちもついてますし、まだねついてるので、ついでにね、この卵も室内にねもう入れちゃおうっていうことで、入れてしまいます。これですね、結構ついてますね。まあ同じぐらいでしょう、同じぐらいでしょう同期としてですね。でなぜかこのバケツだけ産んでるんですよ。これ7月18日生まれの桜花なんですけど、ここのね桜花がねめちゃめちゃ綺麗なんですよ。これもう一群級の桜花ですよ。これ見てください、これ綺麗じゃないですか。結構ここの親がね、どっちもこっちもね綺麗ですよね。この紅白っていうか、白にちょっとオレンジが入ったような感じの、この子ラメもねめっちゃ綺麗じゃないですか。これ綺麗ですよね。なかなかこの子たちはね結構優秀ですね。この優秀な、親たちのね卵もちょっとね回収していきたいと思います。こっちもねなかなか綺麗ですよ。でもこっちが自分的には結構綺麗な気がしますね。なかなか、まあ、もう一匹の方はそうでもないかもう一匹の方はそうでもないかもしれないですけど、この上のですね、子がね結構綺麗かなと思ってます。でこれをですね、室内に入れてですね、まあ1週間後ですね、果たしてどれぐらい帰ってるのか見ていきましょう。いっぱい帰ってますね。この白い点々全部桜花です。
めちゃめちゃ帰ってますね、これ。これですね。この時点ではまだね、ヒーター入れてなくて、ちょうどこの16か17日ぐらいからかな、入れ始めました。ちょうどですね、この時はまだ帰ってすぐは入れてないですね。これちょっとピンボケで全然見ないですけど、めっちゃいますよね、これ。なかなかね、これ小さすぎてね、撮影が難しいんですよ。これ帰りましたよ、いっぱい。果たしてね、この中からどれぐらい生き残ってくれるかですね。まあ、今回は多分ね、睡蓮を、まあ、いっぱい入れてるんですけど、まだね、葉っぱがそこまで出てないので、ちょっと気をつけます。葉っぱがあんま出ないように気をつけます。おそらくね、開放水面とかがかなり重要だと思うので、そこはね、気をつけてやっていきたいと思います。まあ、今後もですね、こちらの張り子の成長の様子、をね、追ってアップしていきたいと思いますので、ぜひね、皆さん楽しみにしててください。この60センチ水槽でどれぐらいね、張り子育ってくれるか、楽しみですね。まあ、グリーンウォーターにも、まあ、もともとなってましたしね、餌食べてるの可愛いですね。まあ、結構いいんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、普通に、ゾウリムシと、この餌ですねをあげて、管理してます。果たしてね、この中から何匹大人になってくれるのか、ぜひね、楽しみにしててください。今後もですね、こちらの、60センチの張り子の様子、ヤフオクのね卵の様子、あとまだ動画ちょっといつあげるか分かんないですけど、室内に取り込んだ熱帯睡蓮のね、成長の様子、その辺もね、冬場これからですね、まだまだ、見応えがあると思いますし、冬場のねメダカの成長、睡蓮の成長もね、室内加温でやってきますので、ぜひね、楽しみにしててください。果たしてね、今年の冬はどんな熱帯睡蓮が咲いてくれるか、どんなメダカが育ってくれるかね、冬場もね、メダカ、睡蓮ともにね楽しんでいこうと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当ね、皆さんいつも、コメントやグッドボタンありがとうございます。本当ね、皆さんいつも優しいコメントや、グッドボタンを押していただいてね、いつも動画作りの励みになってますので、今後ともよろしくお願いします。ではまた。